සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ මගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අවස්ථාවක්. එන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ තරඟය ජපානය තුළ වෙසෙන විදේශිකයන් සඳහා පවත්වන කථික තරඟයක්. ඉතින් මේ 2023 වර්ෂයේදී 24 වැනි වතාවට තමයි මේ තරඟය පවත්වනු ලැබුවේ. මේ සඳහා තරඟකරුවන් 7 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා හිටියා. මේ තරඟයේදී ජපන් භාෂාවෙන් විනාඩි 5ක කාලයක් තමන්ගේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ තරඟයේ තරඟ විනිශ්චය කරන්නට ආයතනවල ප්‍රධාන නිලධාරීන් මෙතනට පැමිණලා සිටියා. こんにちは。大田中央ライオンズクラブ会長の吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は第24回外国人日本語スピーチコンテスト、このように開催できますことを心より御礼とお喜びを申し上げます。また、本開催にあたりまして、多大なるご協力をいただきました、清水市長をはじめ関係各位の皆様には深く御礼を申し上げます。ありがとうございます。大田ユネスコ協会会長中村俊光様。はい。国際ソロプチニスト大田会長お坂部さつき様、頑張ってください。応援しています。大田市国際交流協会事務局長マスモ弥生様、今日は頑張ってください。以上5名の方に本日の審査をしていただきます。審査員の皆様、よろしくお願いいたします。そして、5人の審査員の点数を合計し、順位を決定いたします。なお、スピーチ開始から規定時間の5分を超えますと、ベルが鳴り、5点の減点となります。本日タイムキーパーをしていただきますのは、大田日本語教室あゆみの会の斉藤美幸様です。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれよりスピーチの発表に移らせていただきますが、舞台の準備のためそのままお待ちくださいますようお願い申し上げます。審査員の方は審査席へご移動をお願いいたします。මුලින්ම කථික තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් වෙලා හිටියේ වියට්නාම් ජාතික ශිෂ්‍යාවක්. ピーチのタイトルは昼寝の大切さです。それではお願いいたします。今のこの時間は眠いですか、それとも眠くないですか。私は去年8月19日にベトナムから日本に来日しました。まだ半年ほどしか日本には住んでいませんが、日本で過ごしてきて感じたことがあります。それは睡眠時間の少なさです。ベトナムで生活していた時、当たり前のように昼寝をすることが習慣であった私は、
この昼寝がいかに大切であったか、そしていかに日本人が睡眠不足なのかをこの日本に来てから感じることができました。もちろんベトナムの他にもスペインや2番モンゴルのデヴェニタルガカーリニアモンゴリアンジャーティカシシアワク。タイトルは日本人のイメージするモンゴルってです。それではお願いいたします。私はホスチュメグです。モンゴルからの留学生で今関東学園大学の3年生です。今回は皆さんに日本人の中のイメージの上モンゴルについてお話ししようと思ってます。よろしくお願いします。私は日本に来て、私は5年前に日本に来ました。初めて日本に来た時にアルバイト先でも日本語学校でも日本人のみんなからよく聞かれてたことがあります。自己紹介した。ベトナムの東京タルガカーリニアベトナムジャーティカシシアワク。スピーチのタイトルは学生生活で得たことです。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。私はベトナムから来たリンと申します。日本に来て4年になりました。今日はよろしくお願いします。私は高校を卒業して、興味があった日本語を学ぶために日本に来ました。前橋市の日本語学校で2年間勉強しました。その後関東学園大学に入って経営学科で学んでいます。つまり私の日本での生活は全て群馬県での学生生活です。コロナ禍で旅行も4つ目のスタンネルタランゲウェドにチームジャーティクシシェイ。皆さんこんにちは。今日の正月日で国民と申します。今日から来ました。よろしくお願いいたします。確か日本で感じたことと今日の正月についてお話しします。今日の新年は今の旧正月、今年は1月22日でした。新年にはお仕事を鳴らしたり続きまして、パサニスターネタタランゲウェドニモンゴルジャーティカシシェイク。スピーチのタイトルは日本人の知らない日本です。それではお願いいたします。皆さん、こんにちは。私はモンゴルから参りました、エフスヤ・ジャブハラ・ドブチと申します。みんなにはジャブハと呼ばれています。日本に来てから4年経ちました。現在、関東学園大学の3年生です。本日、よろしくお願いします。私はモンゴル人ですか？今日聞いてくれている皆さんの多くは日本人の方だと思います。皆さんは日本に住んで何年ですか？それは年齢によって違いますが、私より長いですよね。では皆さんの方が日本について私より詳しいのでしょうか？ハイウィニスターネルタランガウェドネブラシールジャーティクシシアワ。スピーチのタイトルはブラジルから日本までの時間です。それではお願いいたします。長野県伊那市で生まれました。1歳の時にベルジュへ帰国し、
12歳まで母と一緒に過ごしました。そして2018年5月に再院しました。10年間をこの病院に過ごしても私にとって食べ物の味、健康、ハットにスタネットタランガウェドネカウディケラバランナコウィダーナラーゲイシャーニーナラガさん。スピーチのタイトルは挨拶を大切にする日本人です。それではお願いいたします。මේ විදිහට තමයි තරඟකරුවන් 7 දෙනාගේම තරඟ වටේ අවසන් වුණේ. මීළඟට තිබුණේ විදේශ ජාතිකයන්ගේ විවිධ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාවන් කීපයක්. මීළඟට යෙදී තිබුණේ තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන්ට සහතිකපත් ප්‍රදානය කරන අවස්ථාව. について発表されました。コウキンさんです。前
ください。少女
優秀賞メドビダーナラゲイシャーニターラカン様、あなたは第24回外国人日本語スピーチコンテストにおいて当初のステージに迎えられました。これを称します。令和5年2月23日太田地方ライズクラブ会長吉田照之、太田市国際交流協会会長清水正義、おめでとうございます。තරගයේ දෙවැනි ස්ථානයේ හිමිකර දෙමින් ජපානයේ 24 වෙනි ජපාන් කතික තරගාවලිය මේ විදිහට අවසන් වුණා. අවසානයේදී ජපානයේ රේඩියෝ චැනල් එකක ඉන්ටර්විව් එකකටත් මට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.